この動画はこのたまたま釣り具屋で見つけた立つ天秤っていうのがあって、これを作ってみようと思って2つ作ったんですけど、まあ、このでかい方はちゃんとこうピタンって立つんですけど、あの中の材料がこの硬質発泡ウレタンっていうので作って、でこれ水吸うとあの雑巾みたいに重たくなって全然意味なくなるんで、これ正直全然おすすめできないんですけど、一応作ったんで、ビデオも撮りながら作ったんで動画出しました。もしちゃんと作りたい場合は、あの海藻天秤と浮き用の自作の浮き用のあの発泡の棒が釣り具屋に売ってるんで、それで作った方がいいと思います。まあ全然おすすめできないものを作った時の動画ですけど、よかったらご覧ください。今日釣り具屋でプラプラしてたら、こんなエアーシンカー、海底で立つ自立式の天秤が売ってました。300円なんですけど、これ重さが 26g が限界っていうか、26g が一番重たくて、まあ、ただの発泡天秤だと思うんですけど、ほら、26g。イエローとピンクで 26g までしかないんで、作ってみようと思って。とりあえず天秤。天秤って言っても、これただのナスおもりを穴開けて、ピアノ線、バネ線ぶち込んで、天秤っぽくしただけなんですけど、これが、39g なんでちょっと重たいですね。ちょっと26だと若干軽い。ちなみにキス釣りに使うんですけど、この僕がよく行く西浦半島っていう愛知県にあるところって、そこが石だらけでよく根がかるんですね、普通の天秤使ってると。だからこういう発泡天秤が欲しいんですけど、まあこれでも全然いいんだけど、もうちょっと重たいのが欲しいと。で、今前作った発泡天秤じゃちょっと大げさすぎる、ちょい投げでいいんで、もうちょっとね、だから作ろうと思いました。まあ300円なんでこれ使っててもいいと思うんですけどまあそういうあれじゃないね、作ってみたいっていう。で、これを作るのに使う、発泡、普通は前みたいに浮きで作りゃいいと思うんだけど、これ硬質の発泡ウレタンっていうのかな、たまたまあったんで、これで作ろうと思います。ちょっとこれ加工するところは、仕事場で加工してきちゃったんで、そちらをご覧ください。硬質発泡ウレタンから適当に切り出した棒をまず形を整えたいと思います。ドリルの先端に真ん中ラインに適当にぶっ刺してペーパーで削ります。これを回しながらこうペーパーを当てて形を整えます。とりあえずまん丸になりました、円柱状に。これをまた後でね、好きな形っていうか、まあやりたい形に整えるんですけど、とりあえず円錐状にしてみました。で、加工し終わったものがこれ。これをこの天秤にぶっ刺します。で、ぶっ刺したものがこれ。早いな。まあこれで、ちょっとね、この上からね、パテかなんかでね、形整えようかなと思ってんだけど、それはまた多分会社でやります。ウレタンのサイズ2種類作ってみたんで、水の中にぶち込んでみようかなと思って、実験。おお、でかい方は立つけど、ちっちゃい方は半分倒れてる。頭はちょっと浮いてんだな、これな。ちょっと浮いてるけど、でかい方は完全に
立つ。おお。ちっちゃい方は、半分、これ何度ぐらい、まあ、若干頭は浮いてるぐらいな感じみたいです。これをねちゃんと仕上げて、表面仕上げて塗装して、300円で買った方が絶対安いんだけど、まあ作ることに意味があるっていうね。まあこれ仕上げてみたいと思います。一応売ってた立つおもりっていう方、これまだ水の中で行ったことないんで入れてみます。おお、立つじゃん、ちゃんと直立。おお、立つ。じゃああれだな、太い重りの太い雪の方はこれと同じ感じで使えそうです。これが 26g。 26g だけど実際は何 g なのか。 25g。 場所悪いのか、やっぱ 25g。 0、24.5? まあ26ないんだ。でこっち、これ立つ方だいぶでけんだな。でけえから飛距離は減るのかな、実際重たくても。どうなんだろうな。 39.5、39.5 だからだいぶ重い、だいぶ重いけど立つ。この立つ重りっていうのはこの軽さでちょい投げ用で、立つ重りっていうのは多分なかなか売ってねえんだな。もっと円筒のなんだ、海藻天秤でいうところの27号ぐらいの発泡の重りって最近ダイバかどっかが出してたんだけど、買うと高い。これは買っても安いけど軽い。まあそういう中間、まだあのシリーズなら商品化されてない中途半端なサイズが出来上がりそうです。パテで仕上げようと思うんですけど、衝撃にも多少耐えれるようにバンパー用のパテ、ちょっと若干柔軟性のある、普通のパテだとカチカチになっちゃうんで、まあ普通の人あんまりこんなの持ってないと思うんで、これ僕車の板金屋なんであるんですけど、まあ、これでちょっと形を整えたいと思います。パテで形を整えてからサフェーサーっていう、サフっていうので、サフっていう塗料を吹いてから水研ぎした状態です。だいぶいい感じ。まあこんなこんな森にここまでする価値があるのかって話だけど、まあやりだしちゃったし最後までやろうかなっていう。まあこっからあとはあの上塗りの塗料を塗装して、あの車のボディみたいにテカテカに、ちょうどあの一緒に住んでる妹の車のアウターハンドルって、あの外のドア開ける車のハンドル、あのドアノブがもげてもげて、昨日たまたま、まあ、それを塗らなきゃいけないんで、たまたま在庫が、中古の在庫が会社にあったんでそれもらってきて、まあ色だけ家で拭くんで、そのついでにその色、ダイハツの T16 っていうピンク色なんですけど、それを塗ろうと思います。前回やったもん、あのちょっと夜なんで声がちっちゃいですけど、前回夜、違う、あの前なんだっけ、スピンビームを塗った時に使ったエアブラシで、映んねえな、こ
これもその色だったんですけど、このこれと同じ色、こいつも。で、この色、まああんまりわかんないんだけどな。これピンクです。まあこの色にこいつも塗りたいと思います。まあ塗るところ取れるかな。本当は持って塗りたいんですけど、とりあえずサンプル的にこんな感じで。こんな感じで、あれ映ってない。こんな感じで塗ってきます。塗れました。とりあえずこれちょっと乾いたら、次はクリアを拭きます。次に乳液を入れた、クリアを、乳液の硬化剤が入ったクリアを拭いていきます。じゃあこうなのか。映んねえな。いいか。拭いていきます。色が塗れました。テカテカ、ツルツル。これ頭だけちょっと防水で、一応中に水が染み込まないようにコーキングしてあります。あとは天秤の腕を作って完成なんですけど、まあ、一応、よいしょ。これを作ろうと思ってたんで、こんな感じの腕にしようと思います。まあ、クリンと丸めて、で、チュンチュンとハンダでつけて、で、伸ばして、クリンと、もう一個、輪っか作って。よしですね。ちょっと腕を作ります。完成しました。どうだろう。もう、飛距離とか関係ないから、映んねえか。ピントは、下に置いたら合うかな。あったあった。飛距離とか関係ないから、もうハンダベタ付け。べったりつけて。天秤としては、向こう合わせが効くかどうかわかんないけど。まあ、こんだけ弾力がありゃ、ねえ、いいんじゃないかな。完成です。立つ天秤。自作でした。で、加工し終わったものがこれ。で、これをこの天秤にぶっ刺します。で、ぶっ刺したものがこれ。早いな。まあこれで、ちょっとね、この上からね、パテかなんかでね、形整えようかなと思ってんだけど、それはまた多分会社でやります。